名前は川島茂雄です。仕事は竹を主に使っていろんなものを作っています。と技術的にはだんだんといろんなことを経験していくうちに作れるようになりますが、竹を加工する技術に関しては伝統工芸を過去に勉強したので、それは私にとっては簡単なことです。で形に関しては最初から思う通りには当然できませんので最初は丸とか、楕円とか、単純な形から、作り出して、でいろんな形を作っているうちにこんなドーナツのような形もできるようになりました。竹を使ってこのような大きな作品を過去いろいろ作ってきました。それでここの場所の写真を見せていただいて、それでどんな作品がいいか考えてみました。それでできるだけこの場所にふさわしい、作品を作るためにベストを尽くしたいと思ったので、いろんなことを考えましたけど、どうしてこういう形にしたかを説明するのはちょっと難しいです。竹は太さが直径8センチぐらいで、長さが5メーターから6メーターぐらいの竹を、何本だったかな何本だったっけ確か30本だと思います。正確な結びの数は、数えないとわからないんですが、だいたい7000ぐらいだと思います。誰か暇な人がいたら数えてください。